これニスモの34の Z か。これニスモマークついてる本物か、本物のニスモだな。まあ、シートもなんだろう、なんかレカロかなんか入ってる。鬼キャンにしてあるね。ラッピングはまあ後ろ部分、サイドから後ろ部分のみね。ボンネットはない感じね。ボンネットはすっきりした感じね。え、こんなワイドかな。でも3334か、34の Z で、ワイドボードにしてあるか。あんまりにも綺麗にしてあるもんで、してあるのかどうかわからんな。多分ノーマルだよな、多分バンパーのこの辺の形状からして。ノーマルで、多分 SSR のホイールを入れて、エアサスでがっつり下げてる。そういった感じかな。これ右ハンドル。これニスモのシートだな。これ本物のニスモだな。すげえな。ニスモ仕様で、なんか本物のニスモね。34の Z。SSR の方にこの太さ。すげえな。ニスモのこのエンブレムね。チタンの焼け具合のこのマフラー。デュアル。デュアルマフラーで。34のね。今買える一番新しいやつかな。35はまだ出てないもんで。エアサスでがっつりローダウンで。すごいね。見たらいいか。ここラッピング。中はほとんど見えないね。中見えないけど、まあ、とりあえずニスモのシートがついてるね。これ Z のこのエンブレム。フロントももうフェンダーかぶっちゃってる状態ね。かぶってるけど、でもここら傷はついてないね。普段はエアサスでガバーッと上げちゃうんだろうな、多分。まあ、ニスモで。かっこいいね、この低さが。めちゃくちゃ低い。ニスモ34の Z でした。